どうも、ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日のテーマは先週に引き続きジブリ作品もののけ姫の第2弾になっています。それでは授業を始めます。お願いします。はい、というわけで本日はもののけ姫の、授業パート2ということで、先週はですね、好きすぎるシーンを22個、大量にね紹介していったんですけども、今回は鼻血シーンのまとめということで、私は結構女キャラとかが好きなのと、まあ、あと獣属性が割とありまして、可愛い、美しい、エロい、しんどい、無理ぐらいしか言わない、語彙力0からまあ5ぐらいの変態版でお送りしていきたいと思います。で、今日のテーマは、まあ、大きく分けて2本立てです。1つ目は、女キャラが勇ましくてエロい。2つ目が、ヤックルと山犬がしんどい。という、この2本立てでお送りしていきたいと思います。じゃあ早速いきますね。まず女キャラについてお話しさせていただくんですけども、もののけ姫に出てくる女キャラはもう総じて強いんですよね。20年前の映画にしてはものすごい女性が権力を持っているというか、女性の強さっていうものが結構前面に出ている映画なので、まあめちゃくちゃ好きなんですけども、まずサンについてじゃあお話ししていきたいと思います。でサンっていうのはもう究極のねツンデレです。一番ツンツンしてるシーンはですね、こうゴンザを足で踏むシーンが一コマあるんですけども、ゴンザの顔を踏む直前のところをねスローで見ていただきたいんですけれども、めっちゃドヤ顔でニヤーってしてるんですよ。そのサンの気性の荒さみたいなところが前面に出ている表情なので結構おすすめですね。はい。でその次なんですけれども、この映画ではサンの最高の脇チラがですね、2箇所出てきます。めっちゃ気持ち悪いですね、これ喋ってんの。1個目が、傷ついたアシタカを獅子神の池に連れて行って、で、寝かせるところのシーンらへんで、人間臭いっていうシーンがありますよね。そこでこう、自分の匂いを嗅ぐんですけど、その時にこう、脇が見えるんですよ、サンの。めっちゃいいです、そこ。はい。今日こういう動画なんで、よろしくお願いしますね。はい。で、もう一個が、アシタカからもらった、まあ、っていうか、もともとはカヤのものだったんですけども、カヤからもらい受けた首飾りね、黒曜石の首飾りをこうやってつけるシーンがありますね。その時の脇チラがやばいです。で、ここは、ただエロいっていうだけってよりは、ちょっと、サンの腕が結構アップになるんですね。なので、ちょっと絶妙なエロさと、ちょっとたくましさというか、筋肉質な女性が好きな方には結構たまらない映像になっているので、ぜひ一時停止したりして見てほしいと思います。で次はですね、まあこれは有名なシーンですけども、サンがアシタカに口移しするシーンがありますよね。3回咀嚼するんですよ。噛んで口移し、噛んで口移し、でその3回目の口移しのシーンの後に、まあアシタカがちょっと涙するんですけど、やっぱりその時の気づくサンの表情ですよね。ここで初めてこう、サンの人間らしさみたいなところが垣間見えたのかなって思うので、そこが結構好きですね。四つ目が困り顔です。サンって困り顔映画の中でするって思うかもしれないんですけど、めっちゃいいのがあるんですよ。後半でですね、サンがモロに対しても、おっこと主の目になりに行くので、ここでお別れですっていうシーンがありますけども、その直前に、困り眉というか、こう、ハの字の眉になるところがあるんですね。ほんと一瞬なんですけど、こんなにこう、切ない顔をドアップで見られるのは結構ここ以外にはなかなかないのかなと思うので。で、まあもう最後はね、究極のやつですよ、究極のやつ。アシタカがしばらく寝てて、ちょっと起きて、で、サンもそれに気づいて、歩けたかって聞くシーンがあるんですけども、再びね、自分の毛皮の中に、くるまって、丸くなって、しかもニコってして、眠るんですよね。あのシーンがね、もうやばいですよね。多分見た人全員サンの虜になったと思います。私も漏れなくそうでしたけども、めちゃくちゃ可愛い。あれはマジで可愛いと思います。あんなにね、前半でもうめちゃくちゃ気性が荒くて人間大嫌いって言ってたサンが、その人間のアシタカの隣で、あんなに安心しきった無防備な表情で眠るっていうね。その変貌ぶりっていうのもあるし、なんかこうサンが、心を開いてるんだなっていうのもあるし、もう単純にもう純粋に可愛いっていうところがあって、はい、やばいですね。もうくっそ可愛いです。くっそ可愛い、はい、っていうのがまあ3の、はい、いいところです。今
はこういう動画ですよ、皆さん。はい。こんな感じで、どんどんいきます。で、次、烏帽子です。で、烏帽子は、たたら場の、まあ、ほんとこう、領主というかね、女のリーダーなんですけども、まずはね、烏帽子は声がやばいです。烏帽子の声は田中優子さんがされてまして、めちゃくちゃ声がいや、もう、いい。本当に、いいんですよ。烏帽子の色気というか、落ち着き払った様子とか、この気高さというか、なんか品のある感じと、まあ強さみたいなところとか、もう全部全部、完璧な声で表現されてらして、もう大好きなんですけども、とにかく声がやばいです。サンとバトルしてる時に足高が入ってきて、坂城にわずかな不運を見せびらかすなっていうところがありますよね。あそこの声の張り方とか、たたらばの女衆に対してはすごい優しい物言いだったりっていう、なんかその声の使い分けっていうのがね、めちゃくちゃかっこいいですね。好きなシーンがありまして、自己坊と喋ってるシーンがね、後半に出てくるんですけども、その時にこう自己坊の企みをすべてもわかっているので、すべてを見透かす目をしてるんですよ。その時のこう眉毛がキリッと上がっているところとか、まあその声も相まって、そういう烏帽子のね、全部見てるぞっていうところがわかる描写がめちゃくちゃエロいので、あの目で睨まれたら、もう何でも白状しちゃいますよね。たまんないですね。あと、割と終盤ら辺ですね。獅子神殺しをするために森に向かっている時に、足高が説得と、まあ、忠告をするシーンがあると思うんですけども、その時ら辺ですね、口紅のハイライトが結構強くなるところが、確かあった気がするんですけども、色気がね、やばいですね。とにかくエロい。烏帽子はエロいですね。別になんか胸元が空いてるとか、そういうエロさじゃなくて、なんかこう、滲み出る感じのエロさが、烏帽子は最高だと思うので、サンは衣装的に結構露出が多かったりするんですけど、烏帽子はそうではないんだけども、もうめちゃくちゃエロいっていうね。たまんないですよね。はい、次です。たたらばの中でこう働く女衆の中のリーダーであるトキですね。この方も私は声が大好きで、島本すみさんがされてましてね。で、島本さんのこの張りのあるスパーンと抜けた声っていうのと、トキの性格、前向きで物怖じしない、何でもバシバシ言って、こうみんなを引っ張っていくっていう、こうリーダー気質な性格っていうところがめちゃくちゃ、相性抜群だと思ってって、キャラクターとしてものすごく立ってるなというか、脇役なんだけども、かなり印象的なキャラクターじゃないですか。で、その、なんて言うんだろう。ちょっと男前なところが私は結構好きで、この映画の中で2回ね、騒ぐんじゃないっていうセリフがあるんですよ。パニックになりそうな場の空気をリセットして、次の指示を明確に出すっていうところが、上司がトキみたいな人だったらめちゃくちゃ私は嬉しいなって思うんで。で、まあ、あと、そういうところがあるんだけど、めちゃくちゃエロいんですよね、時も。多分、E か F あるんじゃないですか？いや、みんな、ちょっと待って、みんな思うでしょ、これは。だって初登場のシーンでさ、こう胸のはだけ方がやばいじゃないですか。明日が水辺から上がってきて、で、時たちが集まってきて、登録を助けてくれてありがとうっていうところで、もう、声もそうですけど、胸元に、いやいやいや、ちょっと、ドキドキしちゃいますよね、あれは。だから、時は男前なところもあるんだけど、まあ、エロさもめちゃくちゃあるっていう、両立してる感じが、やばいです。こういう感じで後半も喋っていきますのでね、よろしくお願いします。女キャラ編は、まあ以上となりまして、ここからが後半の獣編になります。ヤックルと山犬がしんどいです。もう可愛すぎるし、めちゃくちゃ獣はもだえてる映画だと思うので、私が好きなところを喋っていきます。まあ思い出しながら聞いてください。で、まずヤックルは、表情が豊かすぎて、もう死ねるレベルです。まあ、なんとなく時系列順に言っていきますね。まず最初いいのは、自己坊と、晩ご飯を食べてるシーンがありますよね。あそこの後ろで、ヤックルも食事をしてるんですよ。で、草をね、むしゃむしゃ食べてるシーンが結構映るんですね。メインのキャラクターが会話してるよそで、なんか、サブキャラが食事をしてるみたいなシーンって結構ジブリって多いんですけども、そこのヤックルはマジで可愛いですね。シリアスな会話してんのに、後ろでなんか、ほのぼの食べてるっていうところがめちゃくちゃ可愛いですね。で、次。すごい穏やかな表情をするときと、きっつい目をするときがあって、まあ、そのギャップもいいなと思ってるんですけど、まず穏やかな顔をしているときはね、小玉がいる森がありますね。で、そこで香炉がギャーとかワーとか言ってるときに、ヤックルの背中のところに小玉が乗ってますよね。その時のヤックルの顔がめちゃくちゃ穏やかでね。あと、まあ、もうちょっとの辛抱だって明日が言うところがあると思うんですけども、その時の、ヤックルの顔。
確か後ろからのシーンだったと思うんですけども、その時の瞳の穏やかさがめちゃくちゃ愛おしいですね。可愛いです。で、逆にめっちゃきつい目をしてるのはあのゴンザとの初対面の時ですね。ゴンザとヤックルがあの同じ画面の中にいるシーンでのヤックルの目がめっちゃきついんですよ。やばいですね、そのギャップが。え、さっきあんなに穏やかな顔しとったやんお前っていう、あの穏やかな顔はどこに行ったのっていうぐらいめっちゃきつい目してるんで、ぜひ見てください。これはみんなも穏やかと思うんですけど、アシタカがすげえ長い間寝てて、でそれを起こすためにこうアシタカの体があって、それをねヤックルがこう口でこういう風にゴソゴソして起きてよーってやるシーンがあるじゃないですか。あれめっちゃ可愛くないですか。あのもそもそしてて、でその時のあのヤックルの顔結構穏やかで、なんか甘えてる感じというか、すごいアシタカをご主人様みたいな感じで起きてってやってる感じがマジで可愛い、マジで可愛いです。はい、っていう面があるのにもかかわらずですよ、あのこれだけじゃないんですよ。ヤックルっていうのはまず賢いんですよね。ちょっとこの島には上がらない方がいいみたいなところで、サンがお前は賢いねっていうシーンがあると思うんですけど、多分個体としてアカシシの個体としてもかなり賢い風に描かれているんだろうなっていう風に感じますね。そのなんか動物なんだけどちょっと知性的なところもあるっていうのがいいなって思います。で何よりもねイケメンなんですよね、ヤックルは。ヤックルの性別は多分明らかにされてないと思うんですけど、まあ私はまあオスであれメスであれイケメンだと思います。ヤックルがモルたちの寝床から出てきて、ヤックル心配かけたなってアシタカが言うところがありますね。その後にアシタカがヤックルに乗るんですけど、その時にヤックルが自分から頭を下げるんですよ。僕が頭を下げるんでどうぞ乗ってくださいみたいな感じがマジでかっこいい、イケメンですね。あれ絶対ねヤックル人間だったらめちゃくちゃエスコートが上手な感じですよ。レディーファーストをするやつですよ。最高ですね。こっからはヤックルの見せ場についてね紹介します。見せ場と言ったらあそこですよ。あのタタラ場から離れて追っ手が来るので逃げるシーンがありますね。馬に乗ってる侍みたいな人たちから逃げていくシーンなんで、まあ、ヤックルの足だけが頼りっていうところなんですけども、まずは走って逃げるシーンがいいんですよ。ヤックルが全力疾走してるのがねわかるんですね。歯を食いしばってるシーンがあって、結構そのシーンは好きで、っていうか、あと、走り方がね、好きで、馬って、なんて言うんですかね、まあ、かけるイメージですけど、ヤックルは、ちょっと跳ねるんですよ。馬とは全然違う走り方をしてて、走ってる奇跡を見るだけでも、ヤックルっていうアカシシとしての生き物の美しさみたいなところが感じられるので、結構おすすめです。で、しかもヤックルの方が明らかにこう、フレームレートが滑らかというか、セル画の枚数も多いんじゃないかなとは思うんですけども、その動きも、好きですね。はい。で、ちょっと逃げてきて、小高い丘に上がった時にヤックルが次どっちに行こうかなってこう一周くる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 っとするところがあるんですね。そこも可愛い。一周ぐるーっと回ってくれて、ヤックルの全身がね、楽しめる描写なので結構好きですね。で、この直後のシーンでヤックルが侍にお尻をパーンと打たれるんですよ、矢で。もうその時の節目ね。ヤックルが悲しい表情が可愛い。で、アシタカがここで待っててくれっていうのに、ヤックルは待てないんですよ。アシタカが大好きだから、お尻というか足引きずりながら、アシタカ先に行くんですけど、ヤックルがよいしょって怪我しながらね、ついてっちゃって、待ってろって言ってんだろみたいな風でアシタカも止めるんですけども、それを聞かないで、とにかくアシタカって感じでついてくるっていう、忠誠心の塊みたいな、もう、アシタカが、ご主人が大好きっていう、懐き具合というか、アシタカを本当に大好きで、もう離れたくないっていうのがめちゃくちゃわかるところが、もうあれは全人類がもだえたと思います。何回見てもこう、けなげで最高なシーンです。はい。まあ、ごめんなさい、ヤックルが多かったんですけど、山犬もいくつか紹介します。物語の後半でアシタカに心を開いた後の山犬が結構好きですね。物語の中盤ら辺で、まあ、アシタカとヤックルが、サンたちの方にこう合流しようと行くんですけども、それを山犬がね、案内してくれる。道案内して、ちょっと先に行って、はい、二人が来るのを待って、また案内してっていう、距離感がすごい好きで、なんか、あんなことしなさそうじゃないですか、前半の山犬は。ちょっと心を開いてるなっていう感じがいいのと、あと、お座りが可愛くないですか？案内ご苦労ってアシタカが言った後のところとかお座りしてるんですけども、めっちゃ可愛いですね。で、もう一個めっちゃ可愛いのがあって、首飾りを持って、
山犬が山に合流する時に、その時に山犬がね、こうベロを右にペロンって出してるシーンがあるんですよ。めっちゃ可愛いです。普通こう口があって、口がありますよね。で、ここにね、この辺に出てるんですけども、そのシーンだけ、なんか右側にベロがベロンって垂れてるんですね。このペロンってなってるのが可愛い。めっちゃ険しい目つきしてるくせにベロが右に出てるんで、なんかそこ発見した時にかなり、何このシーンと思って、可愛いってなったのを覚えてますね。あと二つあって、ヤックルと山犬が合流するシーンがあるんですけど、そこでこうね、鼻を近づけてお互いの匂いで会話をするシーンがあるんですね。そこがめちゃくちゃ可愛いんですよ。めっちゃ好きですね。あ、忘れてた山犬のシーンで、ちょっと戻るんですけど、サンがお前死ぬのかみたいな言うシーンあるじゃないですか。サンがこうやって立ってて、山犬がこっちかな、こっちかちょっと忘れてたけど、このサンの腕の中に、腕と腰のこの空間に鼻というか顔をサンにぐっとうずめるところがめちゃくちゃ可愛くないですか？サンにすり寄って撫でてもらいたいんかいみたいなところがめちゃくちゃ可愛いので、はい。で最後、かなりラストシーンのところで、アシタカとサンがそれぞれ山犬に乗ってて、で自己棒たちを見つけて降りるときに、その山犬の2匹が急ブレーキをかけるんですよ、足で。その動作がね、めちゃくちゃリアルで、なんかザ獣みたいな感じの動作なので、そこがめちゃくちゃ好きです。はい、というわけで本日の議題は以上となりまして女キャラ と、ヤックルと山犬がエロくて、まあ、しんどいっていう話をねさせていただきましたいかがでしたでしょうか？皆さんのお好きな鼻血シーンはありましたでしょうか？ここもあるんじゃねえのっていうところ、このキャラのここ良くないですかみたいなところがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは今日はこんなヘンテコな動画を最後まで見てくださってありがとうございました。あなたも変態の仲間入りですので、これからもよろしくお願いします。はい、それでは本日の授業はここで終わります。ありがとうございました。